大和2線は、青森県南津軽郡大和2町の大和2駅から、道県弘前市の中央弘前駅までを結ぶ、広南鉄道の鉄道路線、リンゴ畑鉄道の愛称が付けられている。弘前電気鉄道によって開業した、弘前市近郊輸送を担う路線だが、弘前電気鉄道設立当初は、三菱電機による地方電気鉄道システムの、 デモンストレーション路線としての性格もあわせ持っていた。すべて各駅に停車する普通列車である。運転間隔は朝は30分間隔、日中以降は60分間隔で、6時から21時台の運行である。2009年3月31日までは朝30分間隔、その他45分間隔で、中央広崎発は22時まであった。 沿線学校の休校日を除く平日朝には、快速列車が運転されていた。当初の停車駅は上り、下りともに、中央、広崎西広崎千年津軽大拓石川、大和2であったが、やがて方面別に停車駅が変更され、2006年11月1日のダイヤ改正で廃止された。大和2線では、元東急6000系の6000系電車と、 元東急7000系の7000系電車が使用されている。大和2000の近年の輸送実績を過表に記す。輸送量は減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 大和2000の近年の収入実績を下表に記す。旅客運賃収入は減少している。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 石川義塾高校前館の石川陸橋は JR 大宇本線の直上を横断する下地、プレートガーダー橋であり、線内唯一の古線橋である。老朽化に伴い、2007年7月から10月にかけて同区間を運休し、総工費5300万円をかけて改修工事を行った。工事期間は石川津軽大区間で代行バスを運行した。なお、 総工費のうち4200万円は沿線自治体が助成し、工事は JR 東日本に委託している。大和2000の利用者数は1974年度の389万8000人をピークに年々減少し、2010年度は62万5000人、2011年度、見込みは56万2000人と減少が続いている。経常収支は、 運賃値上げ効果があった2009年度を除くと2002年度から赤字が続いている。広崎市はバス路線の見直しや商工観光との連携などトータルな視点から鉄道維持を考えたいとしている。2013年6月27日の広南鉄道の株主総会で船越博士り社長は大和2000を2017年3月で廃止する方針を示した。 1>, 1ヶ月後の同年7月22日には廃止方針を一旦白紙撤回したため、大和2000は存続することになったが、予断を許さない状況にある。大和2000の存続に向けた経営改善策や支援計画を話し合う存続戦略協議会が沿線の広崎市や大和2町、経済団体、利用者で作られ、同年8月26日に初会合が行われた。 その後も経営難が続いており、2019年度は約6590万円の赤字を計上。2020年度も新型コロナウイルスの感染拡大の影響により乗客が減少した。長らく広南線の黒字で大和2線の赤字を埋めてきたが、近年は広南線も赤字となっているため、千二十一年二月、広南鉄道両線に対して広崎市、 黒石、ヒューガー市、大和2町、田舎建村の沿線5市町村が総額約9億5000万円を支出する新たな支援計画を公表。2021年度から広南線は10年間、大和2000は5年間、国と青森県の補助対象外となっている経費の支援を行う。内訳は安全輸送対策費が5億9000万円、利用促進費が1億3000万円。 広南線はこの二つの支援で黒字化を見込むが、大和2線にはこれに加え赤字補填として2億3000万円を支出する。大和2線については2023年度末までに2019年度比、約2000万円の増収を目指し、収支の改善が進まなかった場合は廃止の可能性も視野に入れ協議するという。ありがとうございます。